ヌービレット様、邪魔しないでおこう。どうやら運のいいことに今日は人が少ないようだ。それで何をすればいいんだ？旅人、泉の中から声は聞こえるか？私がルキナの泉の記憶を調べよう。君たちは安全な位置まで下がっていてくれ。安全な位置って、ヌビレット何をする気？うわ、仕方ぞ、無駄だこれ。私をここへ連れてきてくださりありがとうございます。ヌビレット様、フォンテーヌ邸は本当に賑やかですね。見たことのないものや聞いたこともないものがいっぱい。気持ちの高まりはわかるが、礼なら必要ない。君たちの願いに応えたのは確かだ。しかしそれは私利あってのこと。メルジーヌの特殊な資格はマレショーセ・ファントムにとても適しており、今後のフォンテーヌの捜査機関にとって重要な力になり得る。わかっています。ですが皆さんの役に立てることが私もとても嬉しいんです。ヌビレット様へ恩返しができるだけでなく、生活も満ち足りたような気がして。充足とは危険を伴うものだ。最も安全な選択は村にいること。ですが私はそれでも外へ行ってみたいのです。実は私は自分がなぜ生まれてきたのか、自分に何ができるのか分からずにいました。村でおよそ20年ほど暮らしましたが、答えは見つかりませんでした。だから私たちは村を離れて存在意義を見つけようと考えたのです。私には君の心に迷いがあるように感じる。どうやら我々は同じ疑問を抱いているようだ。私も自分という存在について疑問を持っている。それゆえここへ答えを探しに来た。本当ですか？ではどうすればヌビレット様のようにここに溶け込めるのでしょう？実は今日も数多くの人々が村に帰れと言いながら私たちに石を投げてきました。特に頭にぶつかると本当に痛くて、泣かないように必死に我慢したんです。一般的に考えて、異なる種族が共に暮らそうとする場合、時間と努力が必要不可欠になる。これはとても険しい道のりだ。計り知れない困難が待ち受けているだろう。異なる身分、異なる考え方、そのどれもが大きな隔たりを生む。それを取り除くのは決して容易ではない。私も君たちと同様、この社会には溶け込めていないゆえ、教えられるほどの経験は持ち合わせていない。たとえ高い地位に座していても、あくまでよそ人に過ぎないのだ。そうだったのですね。では共に頑張りましょう、ヌビレット様。いつか必ず私たちの存在意義を見つけられるはずです。ああ、
君ならできると信じている。だが今は目先の困難にも目を向けなくてはならない。何か困ったことがあれば特巡隊の隊長ボートランに連絡するといい。え、それって私が今日パレメルモニアで会った方ですか？そうだが、何か問題でも？あの牧年人さん、話しかけても無視するんですよ。もう公務に私情を挟まないって感じで。彼は誠実なものだ。今後は協力する機会も増えるだろう。好意にするといい。必要ない。ありがとう。こんにちは、メルジーヌのカロレです。何か手伝えることはありますか？どう言って、さもないと警察隊を呼ぶわよ。落ち着いてください。決して悪気は。どうかしら。あんたの言う通りだ。化け物からは離れた方がいい。こいつらが来てから変な事件がますます増えてる。こんな出所不明な種族信用できないわ。こんな奴らをフォンテーヌ邸に住まわせるなんて、ヌービレットは何を考えてるの？それだけじゃないぞ。あの最高審判官はこいつらに官職を授けて、そればかりか事件の調査までさせているって言うじゃないか。きっと俺たちには想像もできないような利益が関わってるんだろう。さっさと失せな。わざとらしくここでパフォーマンスするんじゃないよ。嫌です。ヌビレット様の悪口は許しません。私たちはマレショーセファントムに加わってから数多くの事件を解決してきました。悪いことはしてません。事件の解決？そりゃヌビレットはあんたらとグルなんだから手柄なんていくらでも偽造できるだろうさ。近頃起きてる数多くの事件や騒ぎ、その全てがあんたらメルジーヌと完全に無関係だって保証できる？私は。口下手ならば宣伝はするなと前にそう言ったはずだが。ボートラン？君たち根も葉もないことは言わない方がいい。これ以上マレショーセファントムのメンバーを侮辱するなら、特巡隊は君たちを連行して取り調べをする。近頃は陰で何らかの動きがあるためか事件が少なくない。皆の心配する気持ちはわかるが、メルジーヌ一族がそれに関係しているという証拠はまだないのだ。ち、特巡隊の隊長がメルジーヌの肩を持つなんてね。どうやらヌビレットがいじくった法案組織はもう完全に腐りきってるらしい。全く違う種族と生活するなんてできるわけないでしょ。聞こえていたのか？はい、聞こえていました。どうして人々は私たちを信じてくれないのでしょう。私にはわかりません。一部では君たちが災いから誕生し生まれつき危険があると噂されている。君たちに関するネガティブな噂は数えきれないほどある。フォンテーヌ人が君たちを受け入れることは不可能だろう。早く諦めることだ。ヌビレット様がおっしゃっていました。私たちには時間と努力が必要だって。私にもどれだけの時間が必要なのかはわかりません。ですができるだけのことはしてみるつもりです。だからもう少し頑張ってみます。助けてくれてありがとうございました。では私はこれで。昨晩チラシをたくさん書いたので皆さんに配らないと。俺にもくれ。まさか募集するつもりですか？一緒に配れば早いだろう。さっさと終わらせて帰るといい。
平和勲章、君とボートランに贈られるものだ。この5年間君たちのたゆまぬ努力により小さな一歩ではあるが、メルジーヌは人間から信頼を得られた。俺は遠慮しておく。そんなこと言わないでください。これも一緒に頑張ってきた結果なんですから。メルジーヌと人間が仲良く暮らす日はもう目の前です。考えただけで嬉しいですね。いや、俺たちが得たのはほんの少しの進展に過ぎない。君の想像する光景が来る日はまだまだ遠いだろう。ふう、本当に僕年人なんだから、こんな時に気がそがれるようなこと言わないでよ。ボートランの言うことにも一理ある。現在人間が持つメルジーヌへの信頼はとても脆いものだ。いつでも瓦解する可能性がある。二人ともしばらく身の安全に気をつけてくれ。はっ。はい、わかりました。平和勲章？本当に平和になったら俺たちはどうなるってんだ。本当にやるの？武力に関しちゃ束になったってヌビレットの相手にはならない。万が一。大丈夫さ、奴が最高審判官である以上直々に俺たちと対面することはない。政治には政治のルールがあって奴もそれを守らなきゃならない。さもなきゃフォンテーヌの社会と敵対することになるんだからな。ビクビクしないで一丁でかいのをかましてやろう。殺人事件はすでに用意してある。メルジーヌに濡れ衣を着せればメルジーヌをフォンテーヌ邸に連れてきた奴だって責任逃れできないだろう。やるしかないか。ああ、これも全部奴が請求に組織を改変しようとするからよ。私たちの権力がますます減ってきてる。奴には目にもの見せてやらないと。犯人を突き出せ。メルジーヌなんて信用できない。ヌビレットもだよ。共存なんて土台無理だったんだ。ここから出ていけ。二度と来るな。調査結果が出ました、ボートラン隊長。いえ、直接的な証拠はありませんが、確信によって利益を損なった旧勢力が裏で主導していると推測します。彼らはカロルさんを騙して事件現場へと連れて行き、彼女に容疑を背負わせました。その後ヌビレット様に過ちを認めさせ、権力を失わせるためにパニックを引き起こしたのです。民衆の怒りは静まらず、警察隊が足止めを食らってしまったために迅速な介入ができませんでした。カロレさんは自らの命を犠牲に事態を収めることを選んだようです。あいつ、俺を僕年人などと言っておきながら、こんな事件少し調べればはっきりさせられる。真相を民に伝えればよかっただろう。なぜこんな方法で無実を証明しようとした。当時感情的になった多くの民が警察隊と衝突し、危険な状況にありました。おそらくカロレさんはそうする他にいい方法がないと判断したのでしょう。ああ、あいつはそういうやつだ。ボートラン隊長、調査結果を直ちにヌビレット様に届けますか。いや、全ての情報を遮断するよう警察隊に通知しろ。情報の遮断？まさか。ずっとあいつには言ってなかったが、俺にはイロリアという幼くして死んだ妹がいた。イロリアはカロレとよく似ていた。ナイーブで優しく、この世の悪を知らない。そのようなものは欺瞞や裏切りに対抗する能力を持たないんだ。
だからあいつに会った時、俺はカロレが他人に利用されやすい存在だということに気づいた。だからこそわざとしかめ面で説教をして手を引くよう仕向けたんだが、どうやら失敗に終わってしまったようですね。ああ、それどころか俺の方が彼女に影響されて、その儚い夢に向かって頑張るようになっていた。もっと早く気づくべきだったんだ。ヌビレット様や俺に手を出す勇気のない奴らはいずれカロレに目をつける。俺の気持ちがわかるか。今俺の頭の中にあることはただ一つ、血は血であがなってもらう、それだけだ。お気持ちはわかります。ですがヌビレット様はきっとそのやり方に賛成しないでしょう。だから情報を遮断するんだ。容疑者のリストを俺に渡せ。その後のことは君たちとは関係ない。生まれる罪は俺一人が背負う。今日は超特大事件だぜ。犯人は特巡隊隊長ボートラン。聞けばリンチで友達の仇を取ったとか。カロレに濡れ衣を着せた奴らを。どうしたんだ、押し黙っちまって。なんとしてもボートランを助けないと。助ける？なんでだ。声が大きい。まだわからないのか。ボートランとカロレはヌビレットのお気に入りの部下なんだぞ。カロレがあんなことになった今、ヌビレットはボートランまで失いたくないはずだ。旧勢力が根こそぎにされた今、ヌビレットの地位は固い。俺たちで世論を何とかすればヌビレットはボートランを助けられるだろう。その暁には俺たちにも利益が。ボートランさんは正当な理由のもと友のために仇を討った。これは正義だ。みんなに聞きたい。もし自分が同じような経験をしたとしたら、ボートランさんと同じ考えを持つんじゃないか。そうだそうだ、賛成だ。事の始まりは卑劣な奴らがカロレを陥れたことによるもの。その仇を討ったボートランさんに罪などあるはずがない。ヌビレット様、ボートランさんは無罪だ。無罪無罪。静粛に。その見解は認めよう、ボートラン。君の復讐には正義があった。君の選択は理解できるものだ。だからこそこれから行う審判について、憂いと心痛を感じずにはいられない。残念ながら個人の正義が法律の正義と等しいとは限らない。復讐のため君は職権を乱用し死刑を下した。その行為は法に反するものだ。故に私は君を有罪とする。なんだって。そんな、ヌビレット様、もう少しお考えください。ボートランさんは今までにも数えきれないほどの手柄を立ててきたじゃないですか。ボートラン、何か言うことは。ヌビレット、一体何が気に食わない。お前から受けた命令は全てこなした。ここにいる全員が俺を無罪だと主張している。なぜ見逃してくれない。これがお前の考える公平だとでも言うのか。答えろ、ヌビレット。静粛に。これ以上の弁解がないのであれば、被告人ボートランへの告発、その最終決定を有識に委ねよう。有志裁定カーディナルが下した審判結果により、被告人ボートランを有罪とする。
さようなら、ヌビレット様。ことの始まりはカロレの甘い考えだったんだ。異なる種族が平和に暮らすなど土台不可能だったんじゃないのか。すまない、私の方で少々問題が起きたようだ。なんとか水原子力を抑えようとしたのだが、それでもルキナの泉に沈殿している感情を沸騰させてしまった。これらの溢れ出した感情と記憶はきっと君にも影響を与えてしまっただろう。私の不手際だ。大事ないだろうか。さすが水元素の竜王、やっぱ特別なんだな。確か前に旅人がルキナの泉に来た時は声しか聞こえなかったよな。感情の沸騰なんてのは起こらなかったけど。君の言うように、おそらくは私が特別だからかもしれない。ルキナの泉に限らず、私にはフォンテーヌにある全ての水に含まれる感情を感知できる。川、湖、さらには雨水まで。そんなにすごいのか。だがそれを行うことは滅多にない。水の中の感情は常に雑然としている。よそ人として無関係な記憶で脳内を満たされるのはいささか良い体験とは言えないからな。というと。問題ない。あの記憶を自ら述べるつもりはないが、何も隠すべきことでもないからな。偶然とはいえ、このような形で君がそれを見たのは良いことなのかもしれない。今の君になら理解できるはずだ。どうして私が今回も組織ぐるみの暗躍があると推測したのか。この二つの事件は似すぎている。ゆえに私が動かなければならぬと思ったのだ。うい、この感じ、オイラだけ話についていけてないぞ。仲間外れにするなって。オイラも話に入れてくれ。なら本題に戻ろう。先ほどルキナの泉を調べる途中、妙なことに気づいた。ルキナの泉にある感情から私に対する憎しみがあまり見つからなかったのだ。なぜかはわからない。どうやら水面下に潜む組織を直接特定することはできないようだ。その代わりキアラに対する憎しみを見つけた。ことの始まりはある密輸事件。それについては私もいささか印象に残っている。あ、それってオイラたちが読んだあの公文書のことじゃないか。ほう、君たちも読んでいたのか。大方あの件が掘ったんだろう。あれ、なんであんたたちがここに。ちょうど今パレメルモニアに探しに行こうと思ってたんだけど。ナビア、また会ったな。オイラたちに何か用か。ちょっと噂を聞いてね。ああ、もちろん、わざと聞き回ったわけじゃないから。メルジーヌに手を出そうとしてるやつがいて、あんたたちその調査をしてるらしいじゃない。だからスピナディロースらに気にかけておくよう頼んだの。ここ最近サンドル川に見慣れない顔が増えててね。もしかしたらあんたたちの探してる人が身を潜めてるかもしれないでしょ。感謝する。だが誰からこのことを聞いた。そりゃ最高審判官と異国の旅人が一緒に外を歩いてたら、こっそり動こうとしても大勢の目に留まるに決まってるでしょ。あんたたちキアラに会ったみたいだけど、それを誰にも言わないようあの子に頼んでないんじゃない。興味がある人がそれを目にしたら何があったのか聞きに行くのは当然でしょ。つまり脅迫状のことだってすぐに広まるってわけ。シャルロットが言ってたのってこういうことだったのか。無論私もこの件をずっと隠し通せるとは思っていなかった。しかし
情報の広まり方が予想よりもはるかに早い。もしかしたらヌビレットさんは自分が思ってるよりみんなに注目されてるんじゃない？ところで何か進展はあったの？メルジーヌに脅迫状を送った者は密輸事件と関係しているはずだ。だが裏で指示している者がいるかどうかはまだ定かではない。私たちはパレメルモニアへ戻り、その事件の詳細を調べるつもりだ。まずは脅迫状を送った者を探し出す。そっか、私もうちのメンバーを集めて何か進展はなかったか確かめてみるよ。じゃあ私からの知らせを待っててね。また。なあヌビレット、オイラたちが調査してることが広まったら何かトラブルが起きたりしないよな？それについて私も考えたが平気だろう。情報が広まれば向こうも正面からメルジーヌに手を出すことはできなくなるはずだ。そして何より重要なのは民衆がこの件をどのように見ているかになる。400年以上前のあの事件では彼らは旧勢力を信じメルジーヌと対立した。今回は同じ結末をたどらないことを祈る。さあパレメルモニアへ戻ろう。遅い時間なのに、なんでまだこんなに人がいるんだ？あ、もしかして何かあったのかな？ちょっと様子を見に行こうぜ。おい、みんな聞いたか？メルジーヌに手を出そうとしてる奴がいるらしいぞ。かなり信憑性のある情報で、あの最高審判官様まで直々に調査してるって。マジかよ。そんなこと俺が許さねえ。メルジーヌを脅してるやつ出てこい。敵は水面下に潜んでる。簡単には姿を現さないだろうな。だがそれでも俺たち全員の目から逃れることはできん。ああその通り、俺もちょうど同じこと考えてた。警察隊はもう動き始めてる。俺たちも手をこまねいてるだけじゃなく何かしないと。メルジーヌが普段どれだけ俺たちのことを助けてくれた。メルジーヌが危険にさらされてる今、俺たちがそれを無視するわけにはいかない。よし、しばらく周りを警戒しとこう。怪しい奴を見かけたらすぐに警察隊に報告だ。どうしてずっとついてくるの？何かあったのかしら？ええ、ある情報で。なんでもない。私たちも仕事が終わって今家に帰るところよ。そうなの？ご苦労様。ご飯はもう食べたかしら？今日はスイーツ店に新商品が並んでいるみたいよ。一緒に買いに行かない？いえ、今はあまり歩き回らない方がいいわ。まあまあ、そう我慢しないで。君もお腹が減ってるでしょ？そうね。じゃあ一緒にケーキでも買いに行く？いい。夜ご飯はきちんと食べるのよ。特に残業前は少しくらい何か口にしないと。ヌビレット様もこの件に目を光らせてるらしいぞ。手柄を立てれば昇進と昇級のチャンスかもな。おいおい、それじゃあまるでヌビレット様が見てないとやらないって言ってるみたいじゃないか。冗談さ。もう何年も手を取り合ってきたんだ。彼女たちに何かあったら俺だって一生悔やむことになる。そうでなくちゃな。犯人が捕まるまでここで見張りをしよう。メルジーヌを危険な目に遭わそうとしてる奴め、出てこい。聞いたか、特巡隊の奴らも来てるらしいぞ。し、あれ見ろ、ヌビレット様じゃないか。今こっちを見たぞ。どうやら心配はいらないみたいだな。ああ、本当によかった。ヌビレット、向こうに行ってみんなと話してくるか？このままにしておこう。私が行けば不必要な騒ぎを起こしてしまうかもしれない。予定通り戻って真相を調査しよう。
警察隊とマレショーセファントムの共同捜査により密輸事件を解決。これだ。具体的な関係者リストを確認しよう。確かここにあった。なんて書いてあるんだ。事件の主犯ドメニコ、イニカ、ユーナを逮捕。審判のもとメロピデ要塞へ応送。密輸事件に参加せずとも主犯と密接な関係にあり利益を得ていた者は罪を課さずに指導を行うこととなった。中でもAさんは態度が良く、予定よりも早くに観察が終了。他の者は重要観察リストに残したままとする。名前が多いな。キアラに脅迫状を送ったやつはこの中の誰かってことか。ああ、より正確に言うと、このAさんという者が怪しい。彼は密輸事件の主犯と関係があり、かつ比較的自由に行動できる立場にある。ヌビレット様、先ほどスピナディ・ロースラーのメンバーと名乗る者がいらっしゃいました。もうターゲットは見つけた。カフェで待ってる。とのことです。え？オイラたち、今容疑者の名前が分かったばっかなのに。ナビアはどうやって見つけたんだろう。私にもわからない。カフェはここからそう遠くない。行ってみよう。最近マレショーセファントムの世話になった者たちよ。普段はサンドル川に身を隠してるの。ここに招待するよう手配したんだ。招待？そう、ここのコーヒーが美味しいって聞いたから一緒に来ないかって誘ったの。そうなんだよ。いやー、スピナディロースラから招待されるなんて嬉しいな。ずっとこうして集まりたかったんだ。もう、なんかぎこちないな。まあ、いいか。本題に入ろうぜ。Aさんはいるか？ああ、俺だ。君がAさんか。どうも、ヌビレット様。あの脅迫状は、君がキアラに送ったのか？それは。うん。はい。ですが、私も人に依頼されて。人に依頼されて？ドメニコです。以前まで私の兄貴分で、彼に頼まれたら断れなくて。ドメニコ？そいつ、今はどこに？メロピデ要塞だ。あの場所は、私たちスピナディロースラじゃお邪魔できないんだよね。どうやら。あんたたちに直接言ってもらうしかないみたい。私にできるのはここまでかな。十分だ。協力に感謝する。こんなの気にしなくていいから。それより今はドメニコを見つけるのを優先して。もし本当に
彼が何か陰謀を企ててたら早めに手を打った方がいいでしょ。そうだな、今すぐメロピデ要塞に行こうぜ。